イノセントピープル高橋遥香役の花岡すみれです。そうですね、最初は原爆とか戦争っていう言葉を聞いてすごくなんかおどろおどろしい感じになるのかなとか考えてたりしたんですけど、実際こう稽古が始まってみたら本当にこう細かい一言一言を繊細にこう深く深く掘り下げていって、すごく深みのある作品になってるなっていうのを、まあ、感じながら稽古しています。まあそうですね、すごく限られた出演の中ですごくなんか一言一言前半部分をすごく熱量とか繊細に描いてきて、最後にどういうところで物語を執着させるかっていう役なので、今はまだ何も正直見えてないんですけど、そうですね、本番が始まるまでになんか皆さんで一つの終わりというか結末を作る重要な立ち位置になれたらいいなとは思ってます。そうですね、やっぱりアメリカ人の視点っていうのが今回の特徴的なところだと思うので、アメリカのなんかちょっとジョークっぽいところ、ブラックジョークっぽいところだったりとか、そういうのがすごく散りばめられていて、あ、この当時本当にアメリカの人たちはこういうことを考えてたのかなとか、すごく興味深いので、そういうところに注目してもらえたら嬉しいです。3月16日から24日、東京芸術劇場シアターウエストでお待ちしています。